はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。皆様、輪廻独断ゲットしましたか？ストラクチャーに入ってるね、この最強カード。今日はね、このね、輪廻独断というカードをね、使って、相手のデッキを完全に封殺していこうと思っております。これどういう効果を持っているかというと、一ターンに一度、種族を一つ宣言して、このターン、お互いの墓地のモンスターが宣言した種族になるっていう効果なんですよ。まあこれは、例えばその墓地のモンスターをドラゴン族にして、サイバーダークで装備したりとか、あと機械にしてね、そのシステムダウン打ったりとかいろいろできるんですけども、今日はね、やりたいことがどうしてもあってね、ドラゴン族指定して、墓地のモンスター全部ドラゴンにして、完全封殺したいんですよ。もともとね、一回動画に出したことあるんですけど、バスターブレイダーデッキ、作ってあって、でそのギミックにこいつをぶち込むことによって何が起きるかっていうと、まずですね、この竜破壊の原始バスターブレイダーの弱点ですね。これフィールドのモンスターまたは墓地のモンスターのドラゴン族のモンスターの効果を完全に封殺することができるんですけれども、墓地でドラゴン族じゃないやつが効果発動されると封殺できないんですよ。墓地の効果は止めないから、例えばさ、最近多い転移とか、転移は墓地の効果で、例えばさ、除外してバウンスしてくるとかあるじゃん。ああいう効果って封殺できないんですよね。だけどこれ輪廻独断でドラゴン族に しちゃえば、墓地で全部ドラゴンになるから、モンスターがもう完璧封殺できるんですよ。これをね、したいだけ、今日は。要するに、バスタードラゴンと、バスターブレイダー出して、輪廻独断でドラゴン族宣言するっていうクソゲーをね、今日はお見舞いしていきたいと思います。友達に使ったら、100% 嫌われるんで、ランクまで頑張ってください。デュエル、スタンバイ。よし、輪廻独断が来た。よーし、準備は整ったと言っておこう。誘発がどんぐらい飛んでくるかわからんが、ネオスペースコネクターの効果通るか。ネオスペースコネクターの効果を通る。よし、ネオスペースコネクターの効果によってアクアドルフィンを特殊しようか。そしてアクアドルフィンの効果発動、手札を1枚墓地に送ることによって相手の手札をガン見する。あー、なるほど、バレットね。あー、それドラゴン族だね。それドラゴン族テーマだね。なるほどね。では私は戦色モンスターの魂を墓地に送り現れよ。聖騎士の追走、イゾルデ。そしてイゾルデリンク召喚成功時効果発動、戦意速モンスター一体を手札に加える。これによって、竜破壊の剣士バスターブレイダーを手札に加えさせてもらう。よし、そしてイゾルデの効果発動、装備カード1枚を墓地に送ることによってデッキより落とした装備カードの数の同じレベルを持つモンスター一体を特殊召喚。そしてリナルドの効果発動、リナルドの効果によって自分の持ちのデュランダルを回収。そしてデュランダルの効果を発動、デュランダルの効果によって戦意速モンスターに装備し、デュランダルを爆破することによってデッキから戦意速炎属性モンスター一体を手札に加えることができる。そしてリナルドは戦意速炎属性モンスターがいる場合、自身を手札から特殊召喚し、このモンスターは特殊召喚に成功した場合チューナーとなる。そしてチューナーを含むモンスター2体でリンク召喚、現れろクリストロンハリファイブ。そしてクリストロンハリファイバーのリンク召喚成功時の効果発動、このモンスターがリンク召喚に成功した場合、手札またはデッキよりレベル3以下のチューナーモンスター1体を特殊召喚することができる。これによってジェットシンクロンを特殊召喚、そしてジェットシンクロンとイゾルデをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、現れよ破壊剣士の守護腕竜。そして破壊剣士の守護腕竜のリンク召喚成功時効果発動、デッキから破壊剣カード1枚を墓地に送ることができる。これによって破壊剣士の追憶を墓地に送らせてもらうぜ。そして墓地に存在するジェットシンクロンの効果発動、ジェットシンクロンの効果により破壊剣の使い手バスターブリーダーを墓地に送り、このモンスターを特殊召喚、そしてジェットシンクロンとハリファイバーをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン。さあ、懺悔の用意はできてるか。ドラゴン族には全員土下座してもらうぜ。幻獣機アウロドを神経リンク召喚、アウロドの効果発動、リンク召喚に成功した場合トークンを特殊召喚していく。そしてこの効果を発動したターン、もう、リンクモンスターは特殊召喚できない。そしてアウロラドンと守護バンリューを墓地に送ってデッキよりいけ
原獣機オライオン、そして原獣機オライオンを原獣機トークンにチューニング、シンクロ召喚現れよ暴天荒。そして暴天荒のシンクロ召喚成功時の効果、そしてオライオンのシンクロサイトとなって墓地を送られた場合の効果、暴天荒の効果をチェーン1、そしてチェーン2でオライオンの効果を発動。オライオンの効果によりトークンを生成。さあいよいよ整ってきましたねいよいよ整ってきましたね。まあここは一回は何でもいいけど、ジョクトを持ってきてレベル3の原獣機トークンにレベル5の暴天荒をチューニング、シンクロ召喚バレルロード、サベージドラゴン、そしてサベージドラゴンの効果発動。このモンスターのシンクロ召喚に成功した場合、墓地のリンクモンスターを装備する、そして暴天荒の効果、暴天荒はシンクロ素材として墓地を送られた場合、デッキより流星モンスター一体を特殊召喚することができる。アウロラでも装備するカウンターを3つ置き、そして暴天荒の効果によってジョクトを特殊召喚、そしてレベル3の原獣機特2個にジョクトをチューニング、シンクロ召喚アルティメットドラゴン認定モンスター、破壊万竜バスタードラゴン、お前今からドラゴン族な、そしてまあ言われなくても多分ドラゴン族だけど、墓地の破壊剣の強力の効果発動、墓地に存在する破壊剣の使い手バスターブレイダーと守護万竜をゲームから除外し、あらあら竜破壊の剣士バスターブレイダードラゴンよ、お礼様の前にヒレクスがいい、ターン終了だ。さあお前のターンだぜ。そしてお前のドローフェイス、リンネ独断を発動。リンネ独断の効果により一ターンに一度種族を一つ宣言し、このターンお互いの墓地のモンスター全て宣言した種族になる。つまりお前の墓地もドラゴン族になった。ということはつまりだ、お前の墓地のモンスターもお前のフィールドのモンスターも全てドラゴン族となり、ドラゴン族モンスターは全て守備表示となり、効果を発動することはできない。最強死者蘇生なんていうカードはどうでもいい、そんなカードはどうでもいい、効果が発動できるもんならしてみやがれおっとリンク召喚だったか、ストライカードラゴンの効果も発動することはできない。リンクモンスターは守備表示にはならないが、なんか効果を発動することはできないという裁定をもらっている。お前にできることは何もない、我が前にヒューレクスがいい、命乞いでもしたらどうだ、横向けお前は寝とけお前は一生寝とけ。ドラゴン族のバカだらが、絶対にドラゴン族は許さない、我が父と我が母の命を奪ったドラゴン族を私は絶対に許さない。何バレルリロード知らんからだな、なんか墓地から蘇生するのが強いじゃねえか、やるな、ただお前は横向け、なんかやべえぞ、なんかリンク伸ばされるとなんだかんだちょっと2800とか2500超えられる可能性あるぞ、大丈夫かこれ、やばいか、え待って、これ普通にバレルロードとか出てきたこれ打点で抜かれる、まさかの3バーストショットドラゴン、オッケー、2400だあいつは、やつは2400、そして効果は無効、やつはドラゴン族だ、ドラゴン族に認定する必要もなかったな、なんなら。さあそして墓地でどんどんドラゴン族が溜まってるから、私の打点がめちゃくちゃ上がって、おどっとどうした、そんなもんか、おいおいおいそんなもんか、おいどうした、いやこれマジで輪廻独断の必要ある、これ1ミリも輪廻独断の必要ないんだけど、これマジで必要ねえな、これは父と母の痛み、そして俺自身の痛みを食らえ、くたばれドラゴン族の方が、ドラゴン族は絶対に許さない、絶対に独断なくてもね、イゾルで立てられれば、正直バスターブレーダー展開はできるので、別にね、別に関係ないんだよね、これ。これ正直関係なくて、これ別にイゾルデが別にできるのであれば、ほんと何でもいいという。で、これを、例えばね、うららとかで、まあ止められたりとかしても、なんか関係なくて、結局、このハンドは。戦意速2体並んだらこっちのもんだから。なんも、相手なんもそうだな。で、サイレントブーツを特殊召喚。はい。で、2体でイゾルデするけど、なんかある？さあイゾルデを、ちなみにこのデッキの一番ダメなところは相手に絶対にサレンダーされるっていうところですね
今拒否しちゃってからさあ、伊豆手の効果発動するけど、なんかあれ、なんもねえじゃん。もうなんもなかったらもう勝ちだよ。もうクソゲーだもん。友達消失シリーズだもん。これ友達にやんないでください皆さんね。あれ、これ友達にお見舞いしたら絶対に嫌われますんで、絶対にやめてください。はい、ちなみに僕は友達がいないんでセーフ。すべてのドラゴン族にありがとう。すべてのエヴァンゲリオンにありがとう。ありがとう庵野秀明。残念でした。また来てね。さあ、竜破壊の剣士バスターブレイダーを特殊召喚。残念だったな。デュエルはもう終了だ。さあ、勝手にサレンダーして散っていけ。さあ、勝手にサレンダーして爆発していけ。バカ誰が、絶対に僕の父と僕の母を葬り去ったドラゴン族だけは絶対に許さない。これが父の分、そしてこれが母の分、これが俺自身の怒り。なんて最強バレーだ。あ、ちなみにこれ一応ね、サンダーボルトとかそういうの打たれても一応サメージで無効にできますからね。一旦最強でしょ。まあね、持ってきたやつを止めればいい。あ、戦闘機ね。はいはい、まあ戦闘機さん全員ドラゴン族になってもらいますんで。あ、待って、でもさ、戦闘機ってさ、なんか効果無効にするなんかマジックカードあったな。ちょっとその辺やばいぞ、サーチされると。まあでも一応ね、効果無効になってるからね、そのサーチ手段まで、あ、でもあれか、あの移動アンカーさえをもう無効にしてる。聞いてねえよ。それは聞いてない。ちょっと待って、ラータマはズルじゃん。